に、ピーナッツ、小エビ、小味を混ぜた和菓子である。ミックスあられの草分けであり、日本有数の米の生産地としても知られる。宮城県古川市を代表する。土産菓子として親しまれている。もち米をベースに各種具材を練り込み、直径2センチほどに成形して薄い。醤油味に焼き上げた。7種類のあられとウルチ米をベースにして同様に焼き上げた3種類のせんべい 塩ゆでピーナッツ、いった小エビ、小味を混ぜ合わせたものである。通常は 38g、76g、125g の袋入りで販売されている。エビとアジを増量し、新たにカレーもしくは海苔巻きあられを追加した特選パパ好みも製造されており、こちらは 80g 入りのもののみが販売されている。また、贈答用包装紙には、 お父さんが豆を口に放り込んでいる、ひょうひょうとした雰囲気のイラストが描かれており、初発売時から変わらぬデザインで親しまれている。株式会社、松倉宮城県古川市で1951年に創業し、米菓や豆菓子を製造を販売していた松倉が、主力商品のピーナッツが夏には品薄になることを補うため、それに、 あられや小魚を混ぜて1954年に販売したものが始まりで1960年からパパ好みの商品名で製造を開始した栄養価が高く食べやすくバラエティ豊かな食感からおやつやおつまみとして人気が高く現在ではパパ好みの松倉と呼ばれるほど同社を代表する商品となっている各種具材が バラバラに入っている由来として、もともとは別々に木箱に入れて、かり売りの販売をしていたが、近所の子供たちが、かり売り用の木箱をすべてひっくり返すいたずらをしたために、売り子が拾い集めた具材を仕方なく混ざった状態で販売し、消費者の好評を受けたことがきっかけとされる。またこのエピソードは、大崎市古川大町周辺の60代の 男性からの証言が多数あるため信憑性が高い。従来は古川市を中心に販売され、宮城県内でも他の地域では中原や聖母の時期にのみ取り扱うことが多かったため、地元以外では主に土産品として賞味されていたが、2005年7月9日に東京都池袋にアンテナショップ、宮城ふるさとプラザが開店。 インターネット通信販売も開始され、現在では全国で購入できるようになっている。創業者の松倉明がお父さんのビールのおつまみに合うものとして命名したとされている。当時は戦時中の英語禁止の影響がまだ残っており、それまでほとんど使われていなかったパパというキーワードをあえて使うことで新しい時代をアピールしたという。 パパ好みの広告放送は札幌ビールとの共産で昭和30年代に地元の映画館でスライド上映されたのが始まりで1966年5月23日からはフジテレビ系の地元テレビ局仙台放送でも放映を開始したしかし本格的にパパ好みを一般大衆に認知させたのは1969年4月1日から 放送を開始した CM ソングパパ好みの歌が人気を集めたことによる。この歌は電通によって制作され、作詞はふずき描く、作曲はコマ、林昭一が手掛けた。リードボーカルには天地久子が起用され、バックコーラスにはデューク・エーセスが参加。子供も喜ぶような明るいメロディーと軽快なリズムに加え、歌詞のママも喜ぶ。 パパ好みのフレーズも人気を呼び世代を超えて親しまれた。また放送当時はそのシートも制作され古川市内で無料配布された。現在パパ好みの歌は松倉のホームページで聴くことができる。また歌詞と譜面は現行の商品パパ好みファミリーパックの袋裏に記載されている。なお、 2007年にこの歌のオリジナルマスターテープが発見され、同年11月には CD 化もされた。また TBC ラジオのカラーズのみんなの時間のコーナーの提供スポンサーとなっており、CM ソングが流れる。ありがとうございます。